あ、こんにちは。埼玉のシンガーソングライター東京と申します。よろしくお願いします。今日はですね、歌ボーカルミックスバス練習されてる方向けての動画なんですが、練習のメソッドというよりもちょっと以前私がギターでね、弾き語りで歌ってさせていただきましたレミオロメンの粉雪、ちょっと歌ってみた感想と、ぜひね、これ課題曲にもおすすめですので、これから歌ってみたい、歌い込みたいって方に向けての、練習のコツポイントなんかもちょっとポイントをまとめギュギュッとまとめてきましたので、今日はこの動画でお話をお伝えしたいと思います。で、粉雪レミオロメンの曲なんですけども、皆さんねご存知の通りかと思いますが、2005年ですね、11月16日にリリースされたシングルで、レミオロメンの代表曲の1曲一つということで、1リットルの涙のねドラマの挿入歌として、すごい人気がバーンと出てきたわけなんですが、すごいね、冬のイメージソングとしても皆さん多分、パッと思い浮かぶ数曲の中での必ず1曲として入ってくるんではないでしょうか。粉雪というねレミオロメンの曲は、かなり印象に残る曲ですが、それもそのはず、紅白でもねこの曲で出場されているので、多分知らない方は少ないかと思うので、この辺の曲についての話はここまでです。この曲のコツ、ポイントですね、どのポイントを気をつけて練習に取り組めばいいかということをちょっとお話ししていこうと思います。で、全部で3つのポイントがあるんですが、1個目、まず1つ目ですが、音域ですね。この音域が、この曲の音域なんですけど、一番最低音で言うとこのなー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 ミドル B、B2 ということから、最高音がなー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 ハイ A なので、この B2 からハイ A まで考えると、2オクターブ以上音があります。なのでこの広い音域をどうやって自分のものとして歌いこなすかっていうのがかなり重要になってくると思うんですが、この B2 というこの最低音ですね、この音が、例えば男性にとってはそのまま歌えると思うんですが、女性かなり結構、出るかな出ないかなっていう結構低めな音だと思うので、どっちかっていうと女性にとっては少しキーを上げ、原曲キーよりも上げる、1個か2個上げる。で、男性にとっては逆にこのハイ A なー、このハイ A が逆に高くてちょっと歌いづらいっていう場合が多いと思うので、どのみち、この最高のサビを、ちょっとこう綺麗に歌うにはキーを1個か2個下げた方が歌いやすいケースが多いんではないかなってことです。あくまでちょっと一般論で話しているので、ぜひご自身でね歌う時に、サビ最高音無理がないか、逆に最低音音は出てるか、ちゃんとその、この広い音域の曲ですので、最低音最高音どちらもチェックする必要があるっていうのが1個目のポイント。2つ目なんですが、最高音のハイ A、 これが、意外と思っている以上に難しいってことですね。で、このハイ A っていう音、このなんなんなー、高そうに見えるんですが、出している方、結構ね練習されてる方ってはそこまで高いかと言われるとそうでもないんですよ。で、このそうでもない高い音っていうのが結構ポイントで、このハイ A って音なんなー、特に男性にとっては完成点、つまりこの地声、この地声の限界地点、いわゆる完成点っていうのは地声から裏声に切り替えるタイミング、地声の最高音が完成点と言われるんですが、この完成点がこのハイ A 付近である方が結構多いんですよ。つまり完成点の音がハイ A だったとしたら、完成点の音って出しにくいんですよね。なあ、裏声よりの裏声よりのミックスボイスなのか、地声よりのミックスボイスなのか、どっちに行ったらいいかわからない。裏声より地声よりっていうミックスボイスがあるんですが、この完成点ってのはこの地声より裏声よりのど真ん中に行くので、どっちに寄せたらいいのかわからない、この微妙なコントロールが結構このハイ A、 その高いから難しいのではなく完成点だから難しいっていうパターンが、これも もちろん人によるので、女性の完成点だともうちょっと上の音だったりするので、本当に人によるんですけど、特に男性で完成点がハイ A あたりの方はぜひ気をつけてください。この私もそうだったんですけど、こんなーこんなーこんなーいきなりこうなーと出てくるので、この一発目の音をスッと綺麗に、綺麗にというよりもちゃんと地声感のパワフルさをキープしたままハイ A まで登っていけるかどうかがかなりポイントになってくるので、地声の、太さ、パワフルさをキープしたまま、高音を取りに行くっていうのはいくつかの動画でも今までの動画でも、ポイントをねご紹介してきたんですが、この動画でもちょっと一つだけ改めてねポイントをご紹介すると、こんなーこんなーこの喉の、あまり表現的にあれですけど、喉人工、このうち喉人工の後ろら辺にあるアデノイドと言われるこの喉の奥ですね、いわゆるこの頭のこの脳天、このつむじの方に向けてこう声が抜けていくような感覚を持つと、こんなー
地声の、太さをキープしたまま、高まで、つまりこの一発目のこのなのなにもうハイエーの音にまで、行きやすいのではないかって、まあ私の個人的な感覚ですが、まああの地声の太さ、声の、ミックスボイスの、綺麗なハイエーにパッと行けるように、完成点の方こそ気をつけてくださいっていうのがポイント2つ目です。まあポイントはね2つ目がかなり、ポイント重要だったので長めに話しましたが、完成点の音ハイエーがサビの一発目に来ますよってことが、まあ練習で気をつけたいポイントです。3つ目ですね、意外と A メロの、歌詞のメロディーとリズムが、ちょっと細かなリズムメロディーを刻むような部分があるので、まあここはね、まあ、気をつければ何回か練習すればできるポイントだと思いますが、まあリズムと、音程メロディーは正確に、まあ、あまりブレずにね、で結構低音の低いメロディーラインなので、まあ、発声的には無理がない音程なんですが、そこで油断せずにリズムがずれたりこうメロディーが音程がねずれたりしないようにちょっとかなりこの辺は逆に A メロの微妙なリズムメロディーラインは、正確に刻めるように気をつけましょうっていうのが3つ目です。私も結構歌っててちょっと音ずつリズムとか音程も少しずれてるかなっていう部分が、まあ、あったんですけど、まあ、ここは私も勢いで歌ってしまったんですが、まあ、このハイトーンミックスボイスですごい注意が、引き付けられるポイント2つ目のサビ A のハイ A の音に、こうどうしても意識が行きがちですが、まあ、意外と低音の A メロの、低いメロディーラインも、まあ、ちょっと難しいところがあったりするので、まあ、総合的にね綺麗に歌い上げられる今日のポイント3つ簡単なものですが、まあ、音程音域が広いですよっていうことと、サビ、ハイ A これは高さではなく完成点だから難しいっていうことで、3つ目が、まあ、A メロの低音の意外と微妙なメロディーラインリズム機の刻みが、ちょっと油断すると外しちゃう場合があるので気をつけましょうっていうようなお話ですね。まあ、この辺もぜひポイントはありますが、結構曲調は、まあ、さすが有名、そして名曲歌っていてかなりねやっぱり入り込みやすいですし、歌ってて楽しいですし、この課題曲ってやっぱり歌ってて楽しくないと続かないので、まあ、練習曲としてもおすすめですということで、今日は、まあ、コナ雪レミオロメンの、楽曲歌ってみた感想と、まあ、練習のコツポイントをお話しさせていただきました。この後ね歌ボーカルに少し練習されている方に向けて動画の方をお届けしますので、ね、いいねボタン、チャンネル登録して次の動画でお会いしましょう。